はい、1580から始めます。今日はね、たくさんニュースがあってね、もう本当は帰りたいんだけど、もう3つ、これ含めて3つ喋って帰ります。9月15日金曜日、入ったところですね。次ね、私来るのは9月18日だと思う。だから3日分なんだけど、今日撮ってんのが、そんなに撮らなくてももう帰ってもいいんだけど、ニュースがいっぱいあるんでね、これある時はあるけど、ない時ないから、ある時喋んないとね、もったいなくて、あとたくさんあるやつは次回に持ち越しです。テレビ新潟からですね、今回、1580回、自宅に押しかけるなど30代女性につきまとい行為をしたとして、ね、23歳女を逮捕ということで、23歳の女が30代の女性、ね、女ですよ、をつきまとい行為したということでね、これまあ男とかね、女がね、男女間のトラブルでね、つきまとい行為とかストーカー行為みたいなのがあるんだけど、今回新潟の場合はね、女性が女性をつきまとってる、まあ、嫌がらせの一環なんだろうけど、しかも23歳ってね、若い方が年取った方がね、つきまとい嫌がらせしてるってことで、まあちょっと若干珍しいかなっていうことで取り上げました。新潟県迷惑防止条例違反、過去つきまとい行為等の禁止の疑いで、千葉県市川市に住む会社員の女23歳が11日逮捕されましたと。警察に調べによりますと、女は新潟市に住む30代女性に対して8月26日から9月8日までの間に3回にわたりメール送信した上で、10日午後1時頃には女性の自宅に押しかけ、つきまとい行為をしたと疑いが持たれていると。メールは駅に来てくださいという内容で、被害女性が警察に相談していたところ、女が自宅に押しかけてきたということですと。ちょうどね、あれだね、女性が警察に相談していたところ、自宅に押しかけてきたと。警察の調べに対し、女は間違いありませんと容疑を認めています。警察によりますと、女と被害女性は知人関係で、女は連絡を拒まれた恨みを従属する目的で行ったと。まあこれ、まあ知人同士っていうことでね、顔見知り、仕事関係だったのか何の関係だったのか分かんないけど、23歳の女と30代としか載ってないけどね、30代の女性ね、知人同士だったと。で、23歳の女は、まあ、住んでるのどうか分かんないけど、千葉県市川市って書いてあるね、会社員、市川市に住むだ、会社員の女、23歳の女は市川市に住む会社員なんですね。で、被害者は新潟市の方だから、新潟県なのか、まあ具体的に書いてないか、新潟市に住むか、新潟市に住む30代女性、まあ千葉の市川と新潟市はだいぶ距離あるね。この遠距離でのこのね、つきまとい行為というか、でちょうどというかね、この8月26日から、まあ最近だね、8月26日から9月8日までの間に3回にわたりメール送信した上、10日午後1時頃には女性の自宅に押しかけてきたと。で、この時にちょうど警察に相談してたと。女が被害女性が警察に相談していたところ、女が自宅に押しかけてきてね、迷惑防止条例違反の疑いで、逮捕ということで、まあ23歳の女もこれね、何で揉めたのかね。普通千葉の市川とか新潟ぐらいにね、男と女のストーカーでも、まあちょっとした恨みぐらいだったら新潟まで行ったりしないよね。まあ、メールとか手紙でね、まあ何回かね、恨み晴らすために嫌がらせするっていうのは想像できるけど、新潟まで行ってるからね、この23歳の女。で、連絡拒まれる、これね、ストーカーの厄介なところね、連絡嫌だから拒んねえんだけど、拒んでると逃げると追っかけてくるみたいなね、でもっと逃げるともっと追っかけてくるみたいなね、あるんですよこれ。あるのよ、人間の心理ね、逃げられると追っかけたくなるみたいなね。いやいや、まあ、結局逃げなくても追っかけるんだけどね、逃げても追っかけるみたいな、で逃げられると余計追っかけたくなるみたいなね、あるのこれ。本当、特に男女間の間でね、男なんてよくそうだよね、明らかに連絡拒んで、相手女の人が拒んでるんだけども、分かっているんだろうけども認めないような、認めたくないっていう気持ちもあるし、
で逃げていくと追っかけたくなるんだよね。で隠れられると探したくなるみたいな、あるよねこれ、ストーカー心理。私にだってあるこれは、うん、あるんだけどもね、私はね、ああ嫌がってんだなとか逃げてんだなとか拒絶してんだなっていうのが分かったら、まあまあ引きますよ、うん、まあそんなに私が好かれる人間と思ってないからね、そもそもね、うん、はい、まあまあいいです、いいですということで、まあ珍しいね、ちょっとでも女性のね、この怨念というかなんというか、ちょっと怖いね、23歳の女性、30代の女性、どういうトラブルが過去にあったのか、あとね、知人関係でね、連絡を拒まれた恨み、うん、連絡を拒まれた恨み、連絡拒んでる、うん、まあ、めんどくさいやついるよ、男も女も、本当に、うん、ね、それで恨むんかいっていうね、そこまで恨むんかいってやついるからね、怖いね、はい。ということで、新潟県に限った話じゃないです、本当ね、あんまり執着しないようにね、うん、人間。うちにいじにこもってちっちゃくちっちゃくまとまんないで、遠く見渡してね、たくさん見渡して、うん、広い高い視点から見るとね、こんなのね、我々のね行動なんていうのは本当鼻くそみたいなもんだから、存在自体がね、遠いね銀河系の遥か彼方から見てくださいよ、我々なんて塵みたいなもんだからね、気にしないことですよ、ちょっとしたことは。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。失礼します。